なるんですね。それをちょっと体験してほしかったんですけど、はい、それでちょっと横隔膜動いたと思います。普段動かしてないと思うから少し横隔膜動いたかな。じゃあ横隔膜をじゃあ今度下に下ろしたまんまだから、さっきのボールですね、ボール、女性だったら子宮のある位置、男性はね膀胱の後ろぐらい、そこにそこにね、そう、男性に来られた、ボールってどこにあるんやって言われたけど、そう、大体膀胱の後ろぐらいに、握り拳大の筋肉があると思ってください。握り拳大の筋肉、その握り拳大の筋肉がまあちょっと断面図かけますけど、真ん中に握り拳大の筋肉があって、その周りの筋肉をちょっと押してる感じにします。脂肪まで押すことないです。脂肪まで押すことはないです。ちょっと外に押してる感じだから、あのお腹にもちょっと圧迫感ができて、腰にもちょっと圧迫感ができる感じのイメージで、クッと押しながらシュッシュッシュッと言ってみてください。シュッでも構わないです。うん、いきますよ。これぐらいのテンポで8回お願いします。せーの、そうです、そうです、そうです。これね、短い息の場合は、お腹を引っ込めてもシュッという音は出るんですけど、今は外にこう広げてほしいんですね。ですから今お上手でした。シュッと言った時にお腹が張ってる感じがいいです。おへその上はちょっと伸ばしておいてください。とおへその上を伸ばすと、ちょっとおへその下もあのペタンコになっちゃいますよね。それをちょっと太らせる、おへその下はちょっと太らせる感じ、うん、それで動きやすくなると思います。もう一回この運動8回いきますよ。せーの、そうです、うん、8回ぐらいだったらそんなに負担はないんだけど、例えば歌を歌ってる間ってもっとたくさんお腹を動かさなきゃいけないから、ちょっと次16回やってみようと思うんだけど、16回ぐらいやると真ん中ぐらいでもうここが動かなくなっちゃう人が結構いる。そうするとじゃあ人間は何をしてしまうかというと、他の筋肉でフォローし始めちゃう。で他の筋肉って何っていうと、腹筋ってつながってるから、あ、ここでちょっと分断してるんですけどね、腹筋ってこっちにも腹筋があるので、こっちの腹筋でやり始めちゃう。そうするとね、声出した時にね、みたいになっちゃうので、ですからなるべく腹筋は苦しくなっても下に下に下にと思ってください。ちょっと早めに16回いきます。もしそうですね、もう苦しくなりそうだなと思ったらもうちょっと力を緩めていただいて結構です。今すごく一生懸命シュッシュッとやっていただいてたので、これの半分ぐらいの感じでシュッ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 くらいで大丈夫ですから、16回やってみます。いきますよ、はい、せーの、下に下に下に腹筋、そうです、はい、 OK です。うん、なかなかね、おへその下の筋肉って動かすことがないので、なんかこう、そうね、この中心と思っても、なんか外側だけ一生懸命動いてたりとか、まあ、いろんなこと起きちゃうと思うんですけどもね、うん、これで弾力性が促されます、おへその下の弾力性結構促されますので、ちょっとお家でもやっててください。はい、外ですよ、あくまでも息を吐くときには外です。プッシュしてあげる感じでもいい。下に引っ張ってあげる感じでもいいんですけどね。ただ下に引っ張る感じでやるときには、ここがこう落ちないようにした方がいい。下と思うとこうやって落ちちゃう人いるから、なるべくおへそから上は上げといて、おへそから下だけを機能させる。こんな感じね。はい。これ簡単です、ね、短い息は1回ずつ動かせばいいから。今度歌を歌うためにはちょっと長い息を出さないといけないですね。